サマーズのサマラジ。サマーズ大竹和樹です。三村正和です。佐藤美希です。サマラジ今週もよろしくお願いします。はい、お願いしますね。佐藤美希です。はい、ね、はっきりしてていいよね。佐藤ミツじゃないのね。ミツではないですね。先日ちょっと間違えられましたけど、佐藤ミツって言われてたけど、はい、どの中に、ね、そういうこともあるでしょう。はい、似たような名前があるとね。ね、ミキなのでよろしくお願いします。いろんな出来事がさ、はい、日々あるのかなと思うんだけどさ、はい、ライブの稽古でホリプロばっかりいてさ、はい、同じような日常を繰り返して、何の俺もスポーツニュースすら見られてないで、後輩のサッカー陣にね、うん、この間のラジオでココイチだ牛丼だってもうローテーションがない中、うん、たまにジョジョ園って言って、うん、ジョジョ園とか今年出てないですけどなんで嘘つくんですかみたいな。いやいや、タイミングがないだけだよ。入ってないじゃないですかじゃなくて、そういうこともあるからねっていう。だから昨日大サービスして伊藤屋のスパゲッティにしました。知ってます？伊藤屋のスパゲッティ知ってるか。会社の近くにある。食べたことないですけど。伊藤屋は知ってる？はい、知ってます。食べたことある人ほとんどいない。タバコの吸える喫茶店で、はい、美味しいのコーヒーが、昔からあるんだけど、で、喫茶店のパスタってさ、なんだろう、 B 級としてうまいじゃん。はい、なんか頼んだことないように、ね、懐かしい感じ。頼んだことないです、うん、そこの明太子パスタね、俺らも何十年も、はい、そこでテイクアウトしてんの。で、多分その界隈で、それテイクアウトするの、我々しかいないの。そう。しかも、9個とか10個とか。そうそう。いきなり大変ですね、お店の方も。慌てて、なんか、簡易な、その焼きそば、屋台の焼きそば入れる、透明のあの、プラスチックの、あんじゃん。ゴムして。蓋があるやつ。うん。あれでくれんの。で、海苔と玉ねぎもくれんだけど、美味しいね、それが。そう。美味しいっていう、別にすごく美味しいよっておすすめじゃないよ。はい、美味しいな。あの2年ごとに来る。だから俺らは行ってないのよ、そこに注文しに行ってないんだけど、ホリプロのなんとかですっつって行くと、うん、サマーズさんの好きな太麺のパスタから細麺になっちゃったんですけど大丈夫でしょうかとか心配されて、好きって1回、好きって1回言ってない。言ってないっていうか毎回頼むんだけど、そう思われてるんですよ、ね、俺らとも言ってないのに、もうそれ頼むやつ俺らしかいないから、はい、しかも2年越しっていうか去年前回頼んでないような説が、だ5年ぶりぐらいぐらいに行ったら細麺に変わっちゃったんですって告知があって。でも嬉しいですよね。うん、それだけ通って食べたてて、うん、同じ美味しかった。味は変わらず。その喫茶店自体には通ってないの。だから、うん、テイクアウトだけですね。そうだよ、俺は顔一切見してないんで。でサッカー陣はもう、あ、これはもう海苔とね、はい、玉ねぎの味ですっていう。違うの、明太子パスタなの。海苔と玉ねぎと堺あたりはもうレモンをがついてるんだけど、これレモンがないとやってらんないんですよね。やってらんないんですよね。味がちょっと薄めってことですか。まあ多少ね、多少でもすごくいいやつ、ね、それがすげえうまいの。あれを待ってる間みんなワクワクしてる。もう伊藤屋の腹になっちゃったから、もうネタ考えらんないよ。来るまで、うん、伝説の伊藤屋。ネタもできてねえのにね。で慌ててご飯食べて、はい、でネタはもうライブすぐなんですよ。もうそうですよ。そう、本番もう10日ぐらいしかない。そうですね。で当然ネタも出来上がってないね。はい、今稽古するとかいう段階じゃないんだけど、はい、一応まあこんぐらいかなっつって仕上げるじゃん、うん、スタッフも見せなきゃいけないし、きっかけとか、はい、じゃあこれで一回締めにしましょうみたいになったんだけど、どうしてもネタ合わせしたくない、うん、俺と見ますよ。立ってネタを稽古するのがもう2人とも嫌いなのよ。だからどうにかそれを回避したいから、ここ直した方がいいんじゃないかと、もう一回台本のアラを探して、新たに増やしたりして。進まない。うん、進まないの。どうしてもネタ合わせしたくないから。だから多分こっから先は、はい、ちょっとやりたくないなっつって、うん、若い作家2人に俺と大竹の役をやらして見るって、見て、でそうです、下手だな。なんかなとか言いながらやれよ自分らで。本番直前何日前ぐらいからネタ合わせ実際やるんですか。いやいや、一応やるだって入らないから、もうもはや今この時点でやってなきゃダメ。そうですよね、もう間に合わない。でもやっぱり一回やるとすげえ疲れちゃうから、うん、うん、もう年々そうね、コースと大変ですよね。で一回そう合わせる、例えばじゃあ一回みんなさ、マネージャーとかさ、はい、スタッフとかもさ、うん、投資稽古って言うの好きじゃん、うん、なんで投資のスタッフ呼んで、はい、その照明音、うん、あの道具とか
全部見せたいわけ、はい、俺らがどうしてもやりたくない。そう、投資稽古って言葉大嫌い。投資稽古をやんないで本番の方がいいんじゃない。投資ってさ約2時間ぐらいやり続けるの。1回経ったら、はい、1回経ったら、ね、もう休めないわけじゃん、はい、なんじゃそれ。スタッフさんの事情もありますからね。いやいや、それ困るよ。音響だったり照明も。スタッフは全員困ってます。全員いつやんだよ。本番しかやりたくないの。焦っちゃいますスタッフさん。本当ね、ネタ本番しかやりたくない。できねえくせに。だってさ、50ももう5に近くなってきてさ、まあ技術さんってそんな笑わないじゃん。笑わない中ネタ見せるって結構苦痛なんだよ。苦痛です。だから本番直前に投資みたいな劇場が入ってやるんです。ゲネプロっていうのは、はい、もうみんな知ってんネタを、うん、だからお手伝いできた奥の方にいる女の子、アルバイトの照明さんとか、はい、その子が笑ってるかどうかを遠くの方の笑い声で確認するお、初見のあの子が笑ってるなんて、これいけんじゃん、うん、それがモチベーションにもなりますね。そうなの、そうなの。あ、ここで笑いが来るんだ。だから随分遠くにいるんだよ、はい、作業中だからその子かすかに聞こえるその子の声だけを頼りにやるっていう。だから笑いのピントのおかしい里見木とかが見たらちょっと怖いかもしれない。そうだ、ね、おかしいな。うーんってなるかもね。笑いのピントがおかしいとされてる。おかしいですか。ちょっとあ、でもちょっと、うん、鈍感かもしれないよね。うん、ちょっと鈍感鈍感な感じはありますね。あとちょっとすぐ笑っちゃうっていう。うん、あ、そっちはいい。そんな面白い、うん、そんな面白くないのに。面白くないのに。サマーズさんのことじゃないですよ。いや普段ね、普段、うん、そっちはいい、うん、だから演者側は例えばじゃあロケでも何でもスタッフこういるじゃん、カメラの向こう側に、はい、カメラマンとディレクターとか AD とか作業してるやつも全員見てるからね、こっちは、うん、いや分かるでしょ、ロケの時ってみんなを見てて、なんかずっとあいつ携帯いじってっけど何も見てねえなとか。だから見てないって思って油断してるけど、俺らは一応過敏に見てんのよ。そう、全員を見てます。あいつ全然話聞いて、今当番話全然聞いてない。そう、見てないよね。あいつずっと下向いてるなとか、蝶はどっか出てたなとか、全部見ながらやってるから。うん、うん、そこはね、油断しないでほしい。全員だったらもそうですね。 FM93AM1242 日本放送、三村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。サマーズのサマラジ。日本放送キーステーションにお送りしているサマーズのサマラジ、パーソナリティはサマーズ大竹和樹と三村正和です。アシスタントは佐藤美希です、うん、今週はラジオの前のあなたからのメッセージをご紹介していきます。お願いします。はい、たくさん来ていますよ。ありがたいですね、俺も、はい、まず一人目、ラジオネーム朝はふっくらパンさんからいただきました、うん、サマーズのお二人は若い頃渋谷109でバイトをしてたとのことですが、はい、多分同じ頃私も109でバイトをしていました。ほう、うん、私は地下2階のオムライス屋さんで働いていました。もしかしたら会ったことがあったのかもなぁなんて。109のどこかのお店で食べたことがあるなんて記憶はありますか。だからお金ない頃だからアルバイトしてるってことはね。そうね、だないよね。だ何個かこれちょっとずれてるんですが、はい、まず渋谷109でバイトしてたって言うけど、109ではないんだよね。はい、109は、なんつうの、スケットでとか、うん。シフトでたまたまそこに、その、休みが出ちゃったら、お手伝いで行くみたいな。で、俺らは、オムレツを主体としたカフェレストランなんで、うん、地下のオムレツ屋さんと被ってるよ。そうですよね。オムレツ屋さんだから。一応フレンチ、そのカフェみたいな。おしゃれなカフェ。うん、うん、そうそう。だからオムライス屋さんには行くことはないですね。ドゥアイコーとか言ってたから。そう、2個のアイスコーヒーを頼むときに厨房にドゥアイコーって、うん、アンドゥトランドゥです。1とか2って言わないですね。ドゥです。ドゥオムレツ だけどなぜか、うん、ワンアイコーなんで、ね、そうそう、ワン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 ドゥな2だけドゥで3は3だで、そこもじゃあ2でいいじゃないか、うん、ドゥなドゥ2だけドゥ、うん、ドゥ4番行ってきます。トイレ。ほう。うん。合言葉。それは数字なんですね。そう、4番。だからそれ洋服屋さんとかみんなそうじゃない、うん、デパートの中で。言わないですよね、わざわざ。トイレとは言わないじゃん。そうそう。飲食店だし。うん。で、4番とか。で、休憩は2番とか。大竹さんなんてもう4番なのに、はい、4番ってごまかしてる暗号じゃん、はい。なのに、ション番っていうかな。それはおしっこのことですよね。ちょっとバレちゃう。そうね。ションバン行ってきました。ションバン。ションベンに聞こえんの、ほぼ。ほぼションベン。ションベン行ってきました。ほとんど。ね、
そういうこともありました、はい、うん、確かに働いてましたね、でもなかなかお会いしたことはなかったかもしれないですね。そうですね、同じオムレツで言うとね、うん、ここで働いてたことだって俺結婚したの。お、そうなんですか。そうです、奥さん、子って言っちゃったけどもう50だけどバイト時代で初めて知りました。本当にそうですよ、後輩。そうなんだ、うん、はい、うん、そうです、そうです、素敵な出会いで、渋谷で出会ってね、うん、うん、はい、では続いてまいります。ラジオネームもちこさんからいただきました。夫のことで相談させてください。夫が臭いです、うん、夫は42歳ですがおそらく加齢臭です、うん、それを指摘すると傷つくわ、そんなん言わんといてと言われますが、外で迷惑になっていないか心配です、うん、サマーズのお二人は清潔そうに見えますが、その辺何か気を使っていることはありますか？なるほど。でもこれ奥さんだからね、言えて、うん、外の人にそう思われちゃ嫌だよと、あなたが嫌でしょと、うん、いうことで身内としてのご注意ですから、ありがたいね。うん。あと夫42歳で、まあ奥さんちょっとそのちょい下っぽいですけど、はい、ずっとさ25歳ぐらいからわかんない、30歳か。うん、ずーっと付き合っててさ、はいはい、匂いの変化わかんのかね。どうなんだろうね。そいつの匂いとして。そうそう、だから、うん、ね、加齢したからって、うん、自分もその分加齢してるじゃん。うん、そう気づくぐらいだとしたら、相当やばいけど、ね。ふと思ったんじゃない？くせっ、こいつって。あ、枕とか嗅いだり。枕なんて別に若い頃から臭いでしょ、そんなの。男なんて。だって男でもさ、うん、クラスから出て、はい、体育とかで、で教室帰ってくとなんか臭くなかった。臭かった。男って、うん、高校生の時とかそうですね。だからもう高校生の時点で臭いんだよ。そらそら豆みたいな。そら豆。ね、特に異性を嫌なんじゃないもう。大手さんってさ、こう毛量多いじゃん。はい。羨ましいんだけど、整髪料つけたまま夜なんか寝ちゃいます。朝風呂入りますとかって言ってるからさ。そうです。ああ、じゃあもう。ベッドベッドですよ、枕。そうですよね。枕ベッドベッドじゃん。後頭部の毛が何本抜けちゃうのかなって俺はすごい心配になっちゃう。俺はもう絶対そんなできないもん。その心配で。もう夜絶対ワックスとか落とさないと。俺も本当はそうだけど、うん、朝も入んないと。はい。体が起き上がんないんですよ、俺。朝。だんだんそれもわかるようになってきた。そう、だから、二択のうち一個消してるだけ。二回入るのも。どっちがめんどくさい。二回頭洗うのめんどくさいなっていうことでね。顔面もその、動乱みたいの、多少落として帰ってくるじゃない。そのまま顔も洗わないで寝ちゃうときあるから。意外。枕、茶色くなってね。朝派なんでしょ。うん。ちゃんと綺麗になってから寝る派って思ってました。そうでしょ。はい。だから、みんな引いてます。里見級どうなの、ね、変態じゃないんだけど、俺は。はい、変態。夜入って、はい、朝も入んのか、夜だけですなのか、朝だけ。基本夜だけですけど、髪今ショートなので寝癖がすごいんですよ。うんうんうん、なので、朝も入ってます。2回でしょ？はい。朝はさ、めんどくさいでしょ？簡易の水道で寝癖落とすとかじゃないの？もう完全にシャワー。私も、目覚めたいので、シャワー朝しますね。仕事の時は絶対必ず朝入ります。で、汚いまま寝たこともないし。あんまりないですね。本当に寝落ちした時ぐらい。やっぱね。まあ、俺もわかるけど、しょうがないです。面倒が勝っちゃいますね。そうなんですよ。はい。では続いて、はい、ラジオネーム、ブロッコリさんからいただきました。うん、先日の放送で三村さんがトンドンと言っていたので、うん、ずっと豚丼だと思っていた私はびっくりしました、うん、そこで調べたら吉野家は豚丼、すき家はトンドンだそうです。おー、そうなの、うん、ちなみに松屋は丼ではなく豚飯、なるほどね、うん、牛飯だしね、うん、中は豚丼ぶりだそうです、うん、お店によってこんなに違うなんて知りませんでした。なるほど。三村さんはすき家を利用されることが多いのでしょうか。これ違います、うん、これなんか CM とかでなんかトンドンっていう言葉をなんか耳にしてたんで言っただけで、うん、俺もあの時思ったよ、三村さんトンドンつってんだと思って、でも一切注意しなかったよ、しなかったです。それ好き屋のことだったもんね。それでもいいしと思ってたから、うん、俺は豚丼だと思ってたけど、私も豚丼なんかさ、それこそホリプロのあの女の子、うん、あ、はい、さとみさん、石原さとみがトンドンって言ってない、うん、あ、そう、なんかそのイメージがすごいあったんだよね。なるほど。あの時トンドンって言ったけど、うん、それ以来、
過去も未来もトンドンって一回見て俺もあの時だけなんで急に言ったんだろうなと思ってでも別に言わなかったけどこの場ではもう俺自身だとしたら豚丼だねうん、うん、だから実はそうなので急に出た言葉ですね。みんなその言葉を鵜呑みしちゃダメですよ。そうですね。初めて言うことあるから。そう、そうだ。それは。うん。うん、だからそれを思ったから、あえて突っ込まなかったです。うん。うん、俺にあの方程式は当てはまらないですよ。たまたま言ってる時は。そうそうそう。急に来るんですね、うん、言葉が。いつもそうなんですかって思ったら、それはもう間違いです。うん。その日しか言ってない。豚丼です。新しい。豚丼ですね。うん。まあ、豚丼もあるというね。うん、はい。知りませんでしたね。オリジナルだね、言い方が。はい。では続いて、ラジオネーム、ヤイケルさんからいただきました。大竹さん、ドラマのクランクアップ、おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。意外と早いクランクアップでびっくりしましたが。意外すぎるけどね。はい。そんなスケジュールなら、他のお仕事への影響があるのも納得です。うん。ドラマでは SNS に詳しいお父さん役でしたが、普段 SNS とは疎遠な大竹さんは役作りが大変だったのではないでしょうか。またこれを機に LINE デビューされたのでしょうか。なるほど、ありがたいですね、そのお気遣い、うん、疎遠ですから、はい、大変ですよ。ちょっと言ってましたもん、ドラマの最中に俺にない言葉ばっか喋んなきゃいけないから結構覚えるの大変だみたいな。だからあれみんないいじゃないですか、素手とか。はい。大竹さんでしょあれって言われるんだけど、三馬さんも今言ったように、俺が一回も言わない言葉しか使ってないな、ドラマ。結構私はミーハーな役だもんね。そうそうそう。いろんな世の中に精通した。そうそう、若い人に、なのにおじさんみたいな雰囲気もありながら。はい。だから、俺が普段使わないような言葉が多かったので、だから難しかったです。うん、そういう意味じゃ役作りですね、もう完全に。そうですよね。うん、ただ語尾は、はい、もう覚えられないのはもう前提としたんだけど、その、変えちゃってたのよ。うん。その、たまに。はい。それはもう監督がもう何にも言わずに、うん、はい、オッケーって言って、許してくれてたから、他の3人もきっちり台本通り、はい。当然やってますけど、私はもう語尾くちゃくちゃになったりして、もうな、だって台本通りじゃないとこあります、いっぱい。9月ぐらいまでこれやるんでしょ。そうよ、まだ続くんですよ。9月まで放送はありますから。それがもう撮り終わってるってさ、すごいスピード、とんでもないスピードです。大竹さんのもう勝手だよ ね。そうです、ライブがあるから俺のせいですだ、みんな迷惑かけて4日連続とか、うん、朝6時7時から夜まで、はい、投資でやったりとか申し訳なかったです。だから25話をこの間に撮りは終わるんだから、なかなかない、初めてじゃないですか、うん、他の方多分ないでしょうね。俺の過ごし方でびっくりするの、ライブの1ヶ月前なんて休みがなくなるって思って過ごしてんじゃん、うん、2日暇だっていう日があるの撮影でライブ目前なのにやることねえな日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、サマーズのサマラジ。FM93 AM1242 日本放送、井村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。引き続きメールのご紹介です。東京都ラジオネーム、サマーズにドハマり大学生さんからいただきました。ありがたい。先日友達から実は彼氏ができたと報告されました。これまで十数年仲良くしてきた子だったので、出し抜かれた感じがしてとても悔しいです、うん。お三方は恋愛に関して友達などに出し抜かれたなと思った経験はありますか？また、男性はどのような方にキュンとするのでしょうか？ご意見伺いたいです。なるほど。俺らに聞いてもしょうがないですね、これも。出し抜かれたっていうのは、仲良い女同士ってことなのかな？そうですね、女性の方なので。で、先に彼氏できちゃったみたいな。はい。そういうのってあるんすかね、男の人も。ないね。意識したことないよね。うん、俺それこそ、なんか、昔二十歳ぐらいの時に、なんかこう、普通に洋服屋さんの店員で働いてる時に、はい、大竹が女の人と一緒に歩いて、ようって来た時に、はい、いいな。いいなぐらいだったね。うん、この後いろんなことすんのかな、とか。やめなさい。働いてんのに、こっちは。そうすると今度、三村さんの、その、洋服屋の近所の子が、はい、と今度、飯行くんだとか、いいなーとか、いいなーだよね。そう。そうですよね。うん、なんか、青春してていいなー、みたいな、うんうんうん。どうですか？
私も、もう今年29になる年で、うん、周りがもう地元の子は結婚し始めてるんですよ。ああ、まあ、ね、が結婚するな。うん、なので、学生時代一緒に遊んでたのに、もう子供も産んでっていうので、うん、私もいいなぁ、ぐらいです。でも一緒に遊びに行けなくなるじゃん、そうなんです。なので全然会えなくて、ね、今。一人になっちゃうもんね。はい。うん。うん、それは、まあ、それは辛い、ちょっとね。誘えないっていうか。そうです、ね。うん、栃木のお友達もいて、はい、これ都会の方の友達はいないの？あ、います。都会にいる方は、まだ全然結婚してないので、うん、ちょっと安心感あるんですけど、うん、悔しい思いはあんまりしないですね。いまいち垢抜けてないのが、そういうの原因なのかなって思う。栃木にしか友達がいないから、うん、里見来て垢抜けない。垢抜けないが売りだもんな。そうなんですもん。なんかな。栃木を忘れないところでいます。いや、いいと思うよ。そう。それがいいと思います。うん、好感度として。地元大好きなので、ね。でももちろん東京にも友達たくさんいますので。うん。はい。ね、それはいいですよ。うん、キュンとするときあります？今あります？何ですか、キュンっていうのは。キュンっていうのは。あ、いいなっていうことですか？かわいい。いっぱいありますよ、キュンは。だから女性がね、今このマスク時代。うん、ああ、そうか。ね、やっぱ、お食事するシーンの時だけマスクを取ったり、何かのきっかけでマスク取ったときに、うん、めったにないんだけど、想像を超える可愛さの時はキュンとしますよね。めったにないけど、めったにないけどねって言っちゃったらあれだけど。でも最近はもうマスクでもう慣れてきてるんで、うん、もう絶対に落ちる。俺のそう、だから想像しちゃいけない。期待してはいけないっていう脳になってる。そうです。そんなわけないと。そんなわけない。この2年で学んだから。まれに逆もいるけどね。マスクした状態が、まあ俺のね、想像ではそんな良くなさそうだな、みたいな。はい。わかるよ。で、いざ取ったら下がいいみたいな奇跡の人たまにいるもんね。下がいい。そう。取った方がいいじゃん。全体のバランスがいいんだ、みたいな。大体マスクしてるとね、いい男に見えたり、はい、ね、最近はあるじゃん。いい女に見えたりとか。もう一番びっくりするのは、男なんだけど、ヒゲ生えてたんかい。そうか、一番びっくりする。あります。多いのよ。多いの。歯欠けてんだなとか。結構あるんですよ。意外、歯欠けてんだ。その容姿から。みたいなね。なんか、綺麗そうだったのに。綺麗そうだったのに、歯欠けちゃってんじゃん。どうしたんだよ。歯医者行く時間ないのかなとか。最近はもうマスクキュンですよね。外した時にちょっとキュンとする。外さないもんと思ってるからね。うん、外すんだ。どうすか？私最近キュンってしたかな、うん、あの、ディレクターは、俺らじゃなくて、里見きのことを聞きたい。振りなんだろ、俺ら。いいんだよ、マスキュンとか。どうなのよ。いや、でもやっぱり、なんか気に、女性として気にかけてくれたとき、うん、その、ま、先どうぞじゃないですけど、そのくらいのキュンしか最近してないです、ね。うん、あ、でもそう。それくらいでキュンをしてくれるんだ。うん、します。する時もあります。そのエスコート、エスコートっぽい。うん、うん、します。なんかされそうじゃん、この仕事やってると。そういうのは。日常的に。エスコートしなそうなキャラがした時なんだよ。ああ、ギャップで。ぶっきらぼうで何もしてないさそうで。うんうんうん、うん。何階ですかとか。そう、ね、そうだ、そうです。うん。いい。何階ですかも言わずに、俺の回押してくれてる時あるとか、そういうの。怖いな。なんで知ってんだろう。おおって。あと、俺がまあ、ボタンの前にいて、何階ですかよりも先にさ、グイーンと手が伸びてきて、ね。手が伸びてきて、9押すしているよね。ちょっと言ってくれりゃいいんだよ。そうだね。思うよね。うん、どうしても喋りたくないんだよね。うん。その辺は、だどっちが今声出さない方がいいとか。あ、あります。言うけど、その手が目の前に来る方の緊張感の。あるよ、ある。どっちか分かんないね、これ。井村正和と大竹一樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。サマラジではあなたからのメッセージを待っています。番組のホームページにあるメールアドレスをクリックすると簡単に送れます。アドレスを打ち込む場合は sm@1242.com sm@1242.com です。普通のお便り、普通おたありですか、なしですか、ナイスを狙えなど参加できるものがあればどんどんメッセージお送りください。この番組はラジコのタイムフリー機能で聞き直しができます、うん、日本放送キーステーションにお送りしてきたサマラジ、お別れのお時間でございます、うん、ねえ、あっという間ですけど、はい、ね、大竹さんからまとめの一言いただく、はい、いきましょうか、うん、最後にまとめの一言お願いします。伊藤屋のスパゲッティ美味しいよ。
俺と三浦さん。いやそうだ、間違いない、ええ、これ美味しいっつっておすすめしてるんじゃない。じゃあ近所の人がねこぞって並ぶってことじゃないの。分かんないよそれは好みだから、はい、俺と三浦さんは何十年も好きだというそうことです、うん、定期的に食べたくなる、で別にあの600円じゃないからね、うん、高いから。あ、そうなんですか。そのくらいのレベル。まさかの。まさか、まさかのっていうか、まさかのですけどね。でもいいね。でもいいね、うん、それでも欲しい。俺らは癖になってる味。そう、好きだって、うん、はい、皆さんもぜひ食べてみてください。はい、ということで、この時間のお相手はサマーズ大竹和樹と三浦正和と佐藤美希でした。さよなら。さよなら。